倉吉市立主義の小学校は、鳥取県倉吉市中の町にある公立小学校。池田市のカロ荒ア島家の陣屋跡に学校を置き、尋常小学校としたのが始まり。前述の荒家の家門、供養性の影を取った、影供養が使われている。ちくわの食べさしに似ていることから、俗に、ちくわの食いさしとも呼ばれる。昭和31年頃の校舎、現在の校舎は、 西校舎と東校舎に分かれており、鉄筋コンクリート作りである。東校舎は、かつての白亜の伝道が再現されており、2階建てである。西校舎は、かつての南校舎を移築した3階建ての建物で、玄関上部には、うつぶき天女の壁替えが掲げられている。昭和前半期までの校舎は、白亜の伝道王と呼ばれていたが、伊勢湾台風の被害を受けたため解体。 新築された。この時建てられた校舎は2008年夏に耐震工事がなされたが、2017年に現校舎への建て替え工事が行われた。白亜の伝道は道路を挟んで隣接する喫茶店、コントモエトメとも再現している。同様、金太郎等の作曲で有名な田村虎蔵が作曲した。ありがとうございます。